朝日を見ながら出港です。少しでも長く1分でも長く石垣島の海を楽しみたいという方へ、早朝シュノーケルご旅行最終日、フライト前に一泳ぎです。サンゴ礁の海から YouTube へようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。ほらほら見てください。いつもと違って早朝は太陽の差し込む角度が違ってきています。そうなると光のカーテンが水中に差し込んで、サンゴとお魚さんとっても神々しいです。本日ご参加は2名様、10時30分のフライトでお帰りです。でももっともっと1分でも長く石垣島の海を楽しみたいということで、早朝ツアーです。早朝は暗くて何も見えないのではとご質問がありますか？いえ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 、そんなことはありません。むしろ朝と夕方に活発になるお魚さんや良い潮の流れが入り込んでいましたね。目の前にお魚さんの群れ群れ、光のカーテンが当たれば水中世界はまるで竜宮城です。早朝ツアーだからこそ楽しめる、そんな風景もあるんですよね。一人潜ればさらに後ろから追いかけっこでドボン、素潜り。水中の滞在時間も長いお二人です。魚をいっぱい見れましたとにっこり笑顔でしたね。早朝シュノーケルは午前のツアーにご予約が入ってない場合にのみ開催可能です。何分スタッフは一人で行っております。ご希望のある方はあらかじめお問い合わせください。これだけ海を楽しめれば悔いなくお帰りになれますね。完全燃焼早朝シュノーケリングでした。